どうも、この頃個人的にデスク周りのオーディオ強化月間をやっているアラサムスです。今回は2021年1月に発売されたばかりのオーディオインターフェース、オーディエント社の ID14M2 の開封と紹介をしていきたいと思います。この頃マニアックな動画が続いておりまして大変申し訳ないです。 YouTube で動画を作る方も増えたことでオーディオインターフェースは少しは身近な存在になってきたかと思いますので、ぜひ紹介させてください。ヘッドホンとかイヤホンとかマイクやスピーカーの紹介の方がとっつきやすいとは思うのですが、個人的には PC を介して音楽を聴いたり動画を見たり録音する方にはオーディオインターフェースもかなり大事な存在だと思っているので動画にさせていただきました。まずオーディオインターフェースとはってことを簡単に説明すると、声やギター等のアナログの音声をデジタルに変換して PC に取り込んだり、逆にデジタルの音声をアナログ信号に変換して再生するものとなります。オーディオ好きな方は DAC ってご存知だと思うのですが、 DAC はデジタルトゥアナログコンバーターの略で、デジタルの音声をアナログ信号に変換して再生する機器になります。あれ、でも PC に入出力ついてて同じことできるんじゃないのって思う方もいらっしゃると思うのですが、 PC についてはこの変換時にかなりノイズもトッピングされてしまうのでなかなか扱いづらいんですよね。言葉の説明だけだと分かりづらいので、前回の Wi-Fi6 の動画でも使用した Google プレゼンテーションで簡単な図を作ってみましたので分かりやすく説明します。真ん中にあるのがオーディオインターフェースになりまして、こちらパソコン、マイク、ヘッドホン、スピーカーにつながっております。例えばマイクの声はアナログ信号としてオーディオインターフェースに入力され、 DAW や動画ソフトで録音するためにパソコンに送られる際にオーディオインターフェースにてデジタル信号に変換されます。これがアナログからデジタルに変換するということです。逆にパソコンで YouTube を見ているとしましょう。この YouTube の音声はパソコンからデジタルデータとしてオーディオインターフェースに送られ、オーディオインターフェースでアナログ信号に変換され、ヘッドホンやスピーカー等私たち人間が聞くことができる音に変換をされ再生されます。ですのでオーディオインターフェースは簡単に言うとパソコンとアナログ機器の橋渡しをする中心的な役割をする機器になります。よく動画でマイクの音質とかスピーカーの音質とかいろいろ語っている動画を見たりもするんですが、はっきり言ってオーディオインターフェース経由で再生や録音をしている場合にはオーディオインターフェースで音質が全然変わってきます。少し大げさな例として話すと、1万円ぐらいの安いオーディオインターフェースで声を録音して、そのオーディオインターフェース経由でスピーカーやヘッドホンで再生したとします。まあ普通に聞けると思うんですよね。ですがこのオーディオインターフェースを例えば30万円のものに交換して使ってみるとすると、今まで録音して聞いていた声やスピーカーやヘッドホンから流れてくる曲等確実に良くなります。良くなるっていうのはかなり抽象的な表現となりますが、クリアになったり今まで埋もれていて聞こえなかった音が聞こえたりと様々な効果が期待できます。これには理由がありまして、アナログからデジタルに変換する際やデジタルからアナログに変換する際に使われる AD/DA コンバーターの質やマイクで録音する際のマイクプリの質が大きく関わってきます。もちろんマイク、スピーカー、ヘッドホン、それ自体のものの良さも大切なのはもちろんなのですが、オーディオインターフェースでもがっつり音が変わるので、ぜひここはいろいろ試してみてほしいです。単純に高ければ高い方がいいのはもちろんなのですが、自分の用途に合わせて入出力の数やマイクプリの数、単純に聞いてみた時の音の好みでお決めいただければと思います。ぶっちゃけ安いものでも現在 PC 直差しで聞いているものよりは良くなると思います。今オーディオインターフェースを持っている方で3万円以下ぐらいのモデルを使っていて10万円以上のモデルにステップアップしたいと考えていましたら、ぜひどんどん試してみてほしいです。世界が変わると思います。値段が高いものでもメーカーによって音の方向性が全く違いますし、用途もかなり違ってきますので、こちらについては自分の用途や音の好みで決めていただければと思います。もう少し前置きは続きますが、私はこれまでオーディオインターフェースは10年近く RME 社のベイビーフェイスを自宅ではメインで使用してきました。 RME のオーディオインターフェースは私にとっては音質については文句なく、トータルミックスっていう PC 上で使用できるミキサーも細かくルーティングができ重宝しておりました。なんなら M1Mac の発売当初からサポート外だったにもかかわらず何の問題もなく使用できてましたからね。ちなみにこの10年近く一度も故障等の不具合やソフトの不具合もなく完璧に使えておりました。マジで RME 最高です。じゃあなんで今回新しくオーディオインターフェースを買ったんだって話になるんですが、 M1Mac での動画作成の際に使用するメインのオーディオインターフェースを探していたんです。あとは単体でマイク入力が2セットとスピーカー等の出力が2セット分あるものも今回は購入の条件としておりました。その他の条件としては USB 給電でフルに機能を使えるものと、値段は5万円以下ぐらいであったらいいなぁ
と思っておりました。音楽制作用途なら迷わず RME の後継モデルを選んでいたのですが、今回は動画作成用途とせっかくなら他のメーカーのものも使ってみたいと思ったんですよね。ちなみに今回購入した ID14 Mark II を作っているメーカーのオーディエントは、音楽をやっている方でも聞いたことがある方は少ないと思うのですが、スタジオに導入するような大型のコンソールを作っているメーカーです。アビーロードスタジオにもあるらしくテンション上がっちゃいますよね。近年は自宅で手軽に使えるオーディオインターフェースも作っており、1万円台で購入できるエボ4やその上位機種のエボ8は見たことがある方や購入している方もいらっしゃるかもしれません。話は戻りまして、動画制作用にと店頭でいろいろ試していたら、オーディエントの前モデル ID14 があったんです。試してみたら RME の超優等生な音の方向性とは全く違った温かみのある、イメージ的にはそれこそブリティッシュロックと言いますか、そんな音がして、これは新鮮だと思い欲しいと思ったわけです。ただよくよく調べてみたら、コンデンサーマイクを使用する際にはファンタム電源を使用するのですが、こちらの使用の際には AC アダプターが必要になるってことだったんですよね。正直今まで自宅では USB 給電でフルに動く機種しか使ってなかったので微妙だなぁと思っていたところに、新しく後継機として発売される ID14 Mark II はバスパワーだけでファンタム電源も使えるってことが分かったんです。そして迷わず購入。前の機種の ID14 と横に並べて聞き比べてはおりませんが、音の傾向としては同じで、4万円弱の価格帯のオーディオインターフェースとしてはかなり音がいい方ではないかと思います。さすがに10万円以上する機器と比べると音の解像感は劣りますが、今回の私の用途としては必要十分でした。やっぱりこの少し温かい感じが個人的には好印象だったんですよね。ちなみに日本の方で YouTube でレビューしている方はいなかったので、もしかしたら私がレビュー第1号かもしれません。前置きが長くなってしまいましたが、内容物については本体と USB Type-C のケーブルのみとなっております。それでは細かく見ていきましょう。アルミの筐体で色もめちゃかっこいいですね。前のモデルはもっと明るいシルバーだったのですが、今回はダークな色になっております。こちらの一番大きいノブはスピーカーやヘッドホンのボリューム調整、真ん中の ID に合わせるとデフォルトはスクロールボタンとして使えるので、 DAW で使いたい機能に割り当てておけば使えたりします。またこちらのノブは押せるようになっており、スピーカーやヘッドホンをミュートすることもできます。こちら2つの小さなノブは入力用のボリューム調整ができ、下のスイッチでファンタム電源を供給することもできるようになります。ファンタム電源のスイッチってオーディオインターフェースによっては後ろ側にあったりで、デスクに座った時にめちゃ見づらかったりするので、この位置にあるのがめちゃグッドです。 RME はトータルミックスで制御しておりましたが、ここはパチッと指でやるだけでオンオフできる ID14 Mark II の方が個人的には使いやすいです。あとは LED についても全て白色で光るので、これもクールで好きですね。いやー、こういう見た目の細かいところも前の機種に比べて本当にクールになっていていい感じですね。前面側の入出力も見ていきましょう。こちらはギターやベース等の入力、ハイ Z で、右に行くとヘッドホン用の標準と 3.5mm のミニジャックがあります。こちらは片方でも使えますし、両方同時にも使えます。これは地味にありがたいです。ミックスをするときにヘッドホンを変えて聞き比べたりもするので、マジでありがたいです。裏面の方を見ていきましょう。マイクとライン入力が2つと、スピーカー等で使うライン出力が4つ。こちらのマイク、ライン入力1とギターの入力が排他的に使えるようになっているため、アナログ入力としてはトータルで2つになります。こちらオプティカルインプットはスピディフや ADAT で、ここに光ケーブルを接続して拡張することで入力を8チャンネル増やすことができ、アナログと合わせて10チャンネルまで拡張ができます。最後は USB3 の USB Type-C のポートになり、こちらと PC を接続します。ちなみに ID14 Mark II は M1 Mac かっこビッグサーに正式に対応しておりますので、ドライバーをインストールすることですぐに使えるようになります。次は PC 上で制御するミキサーを見ていきましょう。こちらはドライバーと一緒に勝手にインストールされます。 RME のトータルミックスと比べるとかなりとっつきやすい見た目で操作も簡単です。 ID14 Mark II についてはループバック機能もあります。下位機種の ID4 Mark II にはないとかお話が出てましたが、サウンドハウスのレビューを見ていたらできるって書いてあったので、できるかもですね。今の時代配信等で使用される方も多いので、ループバックは絶対あった方がいいかと思います。ミキサーの細かい使い方は省いちゃいますが、直感的に使えるので困ることはないと思います。ちなみに今回の動画の私の声については ID14 Mark II経由で録音はしていないのですが、マイクプリは温かい感じで好印象です。結構安い価格帯のオーディオインターフェースだと通り音が悪くて加工しなきゃ使える音にならなかったりしますからね。そういう意味でもある程度はいいマイクプリを備えたオーディオインターフェースを購入することをお勧めします。もちろんマイクプリを単体で別途用意するのも
いいのですが、なかなかそこまで予算が取れなかったりしますからね。というわけで今回はオーディエントの ID14M2 の開封と紹介でした。この値段帯にしては音はいいし、入出力も十分、あと見た目はかっこいいし満足です。入出力がそんなにいらないという方でしたら、マイクプリが同様の ID4 が税込み2万7000円ほどになりますので、そちらでもいいと思います。久々のオーディオインターフェースの購入だったので、いろいろ試したくて、実は他のもポチっておりますので、そちらもまたご紹介できたらと思います。今回は少しマニアックな内容になっちゃったかもしれませんが、参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。